今日私はあなたに銀色の不思議についてお話をしたいと思いますあなたは銀色と聞いて一体どんな色を思い浮かべますかそうですよねこういうキラキラしたりピカピカしたり光沢のある色こんな色を思い浮かべると思いますこれは紛れもない銀色ですではこの色はどうでしょうか黄色や赤青緑いろんな色がありますけれども実はこれらすべて銀の色なんです これめちゃくちゃゃく面白いいと思いません実はこの銀というのは僕たちが手に持てるような大きさだとピカピカキラキラしていわゆる銀色なんですがこれをどん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 小さくしていってもう目にも見えないナノメートルの領域の大きさの粒にしてしまうと銀なのにもはや銀色ではなくなってしまいますこの真ん中の液体これカラフルな色をしていますが実はこれは銀の小さな小さな粒を液体の中に混ぜたものなんです このように銀というのは小さくするとその大きさや形によって光の吸収が変わるすなわち僕らが目で見ている色がいろいろ変化するというとても面白い性質を持っていますではこのような小さな小さな銀の粒をどのようにして作り出せばいいでしょうかいくつか方法はあるんですがその中で実は皆さんが高校科学で習うもしくは習った 硝酸銀水溶液の電気分解これを工夫することで作り出すことができます銀イオンが入った溶液に電流を流すとその陰極側ではそうですね銀イオンが電子を受け取って還元されて金属の銀が出来上がりますではこの電気分解によってできた金属の銀の色どんな色をしてるんでしょう実は電気分解で電流を流して作った 銀も銀色のミラー以外に黒やマゼンタシアンイエローグリーンといったふうにいろんな色を作り出すことができますそしてすごく面白いことにこの作った銀の色を一回消してまた別の色に書き換えるこんなことができますこんなことができるものは世の中に今まだありませんこういうものを使うと例えば色がカラフルに変わる窓すごく大きなディスプレイ いろいろ変えることのできる壁紙などいろんなところに役立つんじゃないのかなと僕たちは考えています皆さんももし何かの物質がなんでこんな色をしてるんだろうと不思議に思ったらぜひいろいろと調べてみてくださいそこにはきっと何か面白い仕組みがあると思いますそしてその時はぜひ私とディスカッションしましょう